ローストビーフ、マッシュポテト、その他野菜、ヨークシャープディングのサンデーローストサンデーローストとは、イギリスの伝統的な食事で、日曜日に供され、ローストした肉、ジャガイモに、ヨークシャープディング、ファルス、野菜等の付け合わせとグレービーからなる。この食事は、イギリス全土で一般的であり、他にサンデーディナー、サンデーランチ、サンデーティー、ローストディナー、 サンデージョイントとも呼ばれる。伝統的なサンデーローストは産業革命時代のイングランド・ヨークシャーに遡る。金曜日にはパン屋がパンを焼くことができないためオーブンで肉を焼いてこの伝統ができたという説が信じられている。この食事はイギリス文化の伝統的クリスマスディナーをやや質素にしたものと比較されることがある。サンデーローストはまたアイルランドおよびニュージーランド。 南アフリカ共和国、オーストラリア、カナダ等のイギリス連邦加盟国に普及している。この食事はまた、アメリカ合衆国北東部のニューイングランドで20世紀中頃までにサンデーディナーとして普及し、この習慣は今なお続いている。カナダニューファンドランドラブラドール州には、この食事の編集であるジグスディナーがある。サンデーローストは、地主が濃度に一週間の働きをいたわって、 毎週日曜日にお牛のローストを与えたことから始まる。サンデーローストでは一般に牛肉、鶏肉、羊肉、豚肉が使われ、季節によりかもガチョウ、ガモン、ナナメントリ、または他のジビエが使われることがある。近年、ベジタリアンはクオーンやナッツロースト等で代用する。サンデーローストは茹でたまたは焼いた様々な野菜を添えて供される。野菜は 季節や地域により異なるが、油汁、または植物油で焼いたジャガイモ、およびロースとした肉の肉汁にコケブイヨンを加えると片栗粉でとろみをつけたグレービーが一般的である。ジャガイモは肉と一緒に調理して油汁を直接絡める場合もある。他にローストディナーで供される野菜には、マッシュしたルタバが、カブ、焼いたパースニップ、茹でかまたは蒸したキャベツ、 ブロッコリー、サヤインゲン、および茹でた、ニンジン、グリーンピースがある。手の込んだ野菜料理の残り物は一般的でなく、各種季節野菜の簡易な料理が一般的である。オーストラリアでは通常カボチャが添えられ、ニュージーランドではサツマイモが一般的である。伝統的な付け合わせは以下の通り、すべての材料を別々の調理方およびタイミングで調理し、 特に大きな集会向けに、最良の状態で同時に供するには、相当の家庭の料理技術、コツと経験が必要である。サンデーローストの余りは、その週の食事の材料とすることが伝統である。例えば、肉はサンドイッチの具とし、洋肉はシェパーズパイの具に、野菜はバブルスクイークの。イギリスでは、多くの食事を出すパブの多数に、サンデーローストを特徴とする。 サンデーメニューがあり、肉の種類を選択できる。通常メニューより安いことが多く、日曜日以外にも販売することもある。ありがとうございます。